皆さん、こんにちは。さあ、今日はですね、ちょっとお部屋雑談ということで、またね、いつもとちょっとカメラアングルを変えてみましたが、どうでしょうか。先日ですね、このウランジさんから提供してもらったあのクランプと、あとあのマジックアーム、7インチのちょっと長いやつなんですが、それを組み合わせることによって、ちょっとね、僕のパソコンデスクのね、この後ろの方にあるこの柱の方に、ちょっとね、このクランプとマジックアームをつけてですね、このカメラを固定してみました。なかなかね、ちょっとこれいい感じなんですよ。で、前だったらね、こう、一回つけた後外すのは結構大変だったんですが、今回からこの F22 の、ファルカムのねクイックリリース、クランプか、それをねかませているので、もうカメラも一瞬ね脱着することもできますし、いつも通りのカメラアングルに戻すこともできます。で、このねパソコンのこの正面に捉えた感じのね、メリットなんですが、このマイクなんですよね。パソコンの方に ついてるねこのステラー X で、撮ってる非常に高音質な音声を、まあ、使うことができますし、あと正面にパソコンがあるんでね、まあカンペとか、あとパソコンの画面キャプチャーしながらやることもできるんで、ちょっとこれもね今後まあ検討しようかなと思っています。で、ただこれね、照明とかが本当向こうで撮るっていうかね、こっち側にカメラを向けるように最適化してる照明なので、ちょっとねこの場合は本当部屋の電気つけて、まあ色温度とかも自動にして今ね撮っております。はい。で、今日のね、そうそう、あの話題の一つなんですが、こちらですよ。ね、インスタ360 1RS 1インチ360度モデル、うちのチャンネルではおなじみのこのね、360度カメラなんですが、これのね撮影したファイルのいくつかが破損していることがね、さっき判明しました。先日ですね、東京旅行行った時に、まあ向こうでの滞在の映像の大半はこれで撮ってたんですが、半分以上は残ってたんですよ。で、もう半分が、パソコンの方に転送はできていたんですが、360スタジオで開こうとすると、まあ、ファイルが破損してるっていう表示が出ていまして、まあ、開くことができませんでした。で、インスタ360のデータ破損に関しては、以前もあってですね、その時は、この本体の方に、データを一回戻して、このスマートフォン経由で編集して、で、MP4 ファイルに書き換えて、で、それを Google ドライブ経由で送るってちょっとめんどくさいことやってたんですが、それでなんとかなったんですが、今回はもう転送することもできずに、もうちょっとファイルの、まあ、復旧ソフトも試してみたんですが、思い通りいかずにですね、残念ながらね、いくつかの、まあ、ちょっとね、東京旅行の動画をね、作ることが、ね、できません。なんでね、今日ちょっとこれ急遽この動画撮ってるってことなんですけども、いやーちょっとこれ困りますね。データの破損。まあ、どうしても360度の映像ってね、こう、容量も相当膨大になりますし、まあ、もしかしたらそういったところで SD カードに変に負荷かかったって可能性もあるっちゃあるんですけど、前ね、こういった症状を、訴えている方がね、他に YouTube の、とこでも見られたので、まあ、もしかしたらちょっとこう、既存の不具合っていうところが、まあ、あるのかもしれません。で、消えたデータの特徴なんですが、やっぱ全部長回しなんですよ。長回しの映像で20分くらい超えた映像のいくつかが今回破損してました。なんで本当10分とか5分とかでこう細かく切っている映像に関しては全部無事だったんで、そこは全然ね動画にできるんですけども、ちょっと長尺の動画、特に20分を超えるような、連続で使うような環境では少しこれね気をつけた方がいいかもしれません。ただまあちょっとファームウェアのアップデートとかで解消される可能性はあるので、まあこれがその全て不具合だってふうには言わないんですけども、ちょっとね、現状ね、これ、インスタ360のこの1インチ360度モデル使うときは20分を超えるような映像は、ちょっとね、気をつけた方がいいかもしれません。まあ、それにしてもこのインスタ360 1インチ360度モデルなんですが、撮るのはいいんですけどね、やっぱり編集がすごく大変ですね。で、今回は、その、東京滞在の大半が人と行動していたので、まあ、このカメラでずっと撮っていて、その人が映らないようにね、まあ、カット編集をずっとやったんですが、そうなるともうめちゃくちゃね、作業が膨大になってしまって、そういった細かいカット作業の後にさらに音声も入れなければならないので、非常にこれがね、大変です。もうこれだったら普通に、その、現地でカメラを向けてね、撮った方が、多分ね、その編集の手間とか考える上では、まあ、楽だった。じゃないかなと、まあ、確かにすごくね可能性のある非常に面白いカメラではあるんですけども、まあ、やっぱり編集が一手間二手間三手間くらいかなありますね。まあ、音声とかもね、その動機っていうか、まあ、その映像に合わせてまた一から録音し直さなければならないですし、あと、まあ、どうしてもちょっと映っちゃいけない人とか、ちょっと映っちゃいけないものとかがこう映り込んでしまって、それをまあ見えないようにリフレームっていうかね、そのカメラアングル変えなければならないんで、まあ、なかなかね、はい、大変でした。
まあ、ちょっとね、今日の話題っていうのは本当それだけなんですけども、ちょっとこれで終わるのもあんまりなので、少しですね、こう、新製品の話っていうんですかね、ちょっと久々、ちょっと DJI のドローンの話でもしようかなと思います。さあ、画面を切り替えましてね、僕をちょっと右下の方に配置してみましょうか。これね、先日、ダヴィンチリゾルブで購入した、なんちゃら VFX の中に入っていた機能の一つで、これちょっとやってみたかったんですよ。さあ、画面の方ではですね、この DJI Mini 3 Pro っていうね、新しい、ドローンがね、販売されました。前にこのね、DJI Mini 3はあったんですけど、それのプロバージョンっていうことで、まあ、ちょっと見ていこうかと思うんですが、まあもう最近ね、こうミニ系のドローンでも 250g くらいの、まあ、ものをね、出てきたんですね。そしてもう3方向のこう障害、物検知とかもう 4K の HDR が撮れたりと、まあまあさすがね、まあ、最高発のドローンだけで機能満載ですよね。で、この縦向きのね、動画とかも撮れるっていうね。まあ、小さいだけとは言わせないと。やっぱこれですよね。この縦撮り。これがすごいですよね。まあ昨今ね、SNS とかでもそうですけども、YouTube をね、縦撮り動画、YouTube ショートでしたっけ？そういったものもあるくらいで、でこう縦撮りがすごく、ね、できたりとか。まああとこの、ミニ3って書いてるんですが、まあ飛行時間がこうね、長かったり、あと風に強かったりと、結構いろんなところが改良されてるみたいです。で、この折りたたんで出発しようと。まあもう、こうやって、小型さをアピールするためにわざわざこうポケットに入れるって。なかなかでも、ドローンポケットに入れる人って僕見たことないですね。大体結構ね、ごっついケースに入れてる人がほとんどだと思うんですが、まあこうちっちゃいんですよっていう。で、この、バッテリーですよね。この標準のバッテリーでもこう34分。で、さらにこう別売りかなのこのアップグレード、インテリジェントフライトバッテリーですか。これを使うとまあ47分、まあ実質50分くらい持つってことですごいですよね。今僕の手元にあるね、こちら、マビックエアー2ですけども、これのバッテリーもね、まあ持って20分持たないですね。15分かそのくらいで、もうちょっとその戻ってくるまでの、ことを考えなければならないんですけども、この新型のね、ミニ3 Pro、標準だけでも30分以上。で、インテリジェントバッテリーなら、まあもう40分以上ってことでね、いやほんとこの長時間駆動っていうのもね、だいぶ進化してきましたよね。で、ミニなんですけども、なんかこう HDR が撮れたりとか、あとノイズが少ないとかね。まあどうしても小型のね、こういった、ドローンってそのカメラの部分がちょっと弱いっていうところもあるみたいなんですが、まあ全然これはそんなこともないですよと。デュアルネイティブ ISO 対応の 1.3 分の 1 CMOS センサーということで、デュアルネイティブ ISO ってことは、あれですかね。ある一定の ISO 感度上がるとノイズが下がるっていうやつですかね。ソニーのα7S3 とか、あと GH5S とかだったっけ？あれにもそういったのついてましたよね。まあ、こんな感じでね、非常に、綺麗な映像が撮れて、さらにこう 4K の HDR 動画、まあ、DJI の HDR なんでどうなんでしょうかね。この前、アップデートされた Osmo、アクション3か、あれにも HDR ついてましたけども、まあ、それは本当の HDR ではなくて、まあ、HDR 風味の動画っていう感じで、まあ、撮って出しにね、すごく向いてる感じだったんですけども、これはどうなんでしょうね。で、スローモーションもね、1080p なら 120fps まで対応と。で、写真も48メガピクセルってこと で、動画もすごいですね。 4K の 60p まで対応できるってね、ミニでこれだけできるんなら、まあ、すごいっすよね。で、もちろん DC ライクも対応してるんで、なんかこうね、あと編集とかもいいですよっていう。で、ドローンについてるセンサー類なんですが、正面と底面と後方の、3つですか、3つもついてるんだったら、まあ、大体普通にね、使ってて問題はないと思います。まあ、本当にね、その高級なやつだったら、上の方にもついてるやつもあるんですけども、まあ、なかなか、この真上に、そのセンサーというか、あれつけて、まあ、よっぽどの木の上とかね、そういったとこ、結構入り組んだところで飛ばすんだったら、まあ、もう上も下も左右も全部必要だと思うんですけども、まあ、こういったミニでこうね、ライトに使うんであれば、全然これだけね、ポジションセンサーあるんだったら全然大丈夫だと思います。で、これか、高度操縦支援システム APAS4.0 にも対応して、まあ、障害物とかをね、こう、リアルタイムで検知して避けてくれるっていう、これもね、Mavic Air 2でもあるのかな、なんですが、さらにちょっと進化したものですね。伝送技術に関しても12キロってすごいっすよね。もうそこまで来ると、あれだけちっちゃいドローンなんで50メートルもね離れたらほとんど肉眼じゃ絶対見えないですよ。それが12キロですから、それはすごいですよね。まあまあ、あと、もっとこう、ハイグレードなコントローラーにも対応してるってですね。低遅延でよりこう、動画ビットレートが高いっていうやつ。
で、縦向き動画にも対応と。やっぱもう縦向き動画はね、すごい、あれですよね、ちょっと魅力的かなっていう。そろそろね、うちのチャンネルもね、こう、ショート動画とかね、縦撮り動画とか、ちょっと考えなければならなくなってきたところがありまして。まあまあ、そういうのでもね、こう、縦撮り、うん、まあ今流行りだなっていう。では、あと、初めからこう、いろんな、動きがプリセットされていて、このフォーカストラックとこのハイパーラップスとかね。まあ、フォーカストラックはまあ違うんですけども。でも、こういうのもすごくね、やってみたいっていう気持ちがあるんですけども、こう、どうしても日本でやるにはなかなか仕切りが高いというか、まあ、人物をね、こう、センターに置いてぐるーっと回るこのオービットみたいなやつはできるんですけども、あの、車とか自転車とか乗り物を追っかけさせるのは、まあ、なかなかちょっと大変で感じですね。うん。あ、デジタルズームですね。まあ、ただデジタルなんでやっぱ相当ね映像は劣化すると思うんですけども、これすごいですね。これキリンの目の前で撮ってますけども、動物逃げないんですかね、これね。はい。で、あとマスターショットですね。で、これはあれですかね、初めから動きが全部動作がプリセットされていて、まあ、ボタン一つでその動きを再現できるっていうやつですかね。あとはパノラマ写真。まあ、これもね、マビックエアー2でもついてますけども、こう非常に広い写真を一枚にこう合成してやってくれるってやつ。うん、こういうのもありますよね。あとはデータ転送に関してですね、この Wi-Fi 使って、最大 25Mbps の、データにね、このワイヤレスで、転送できるよってやつなんですが、これもどうなんでしょうかね。やっぱドローンの映像とかって、ね、その家に持ち帰ってその SD カードをパソコンに入れて、まあ、こうゆっくり編集していくっていう、まあ、ものなのかなって僕には思ってるんですけど、まあまあでも縦撮り動画とかああいうの見ると本当その場でパッと編集っていうか、ちょっと簡易的なカットだけやって、まあ、すぐこうインスタグラムとか TikTok に上げるっていう、まあ、スタイルなんでしょうか。まあこれも昨今の流行りをやっぱね、こう組んでこんな風になったんですかね。うん。で、まあいろんなアクセサリーを使えば、まあ、され楽しめますよっていう、この専用の大型のコントローラーとか ND フィルターとか、あとバッテリーケースとかですよね。で、このインテリジェントバッテリーとか、この DJI RC が確かあれですよね。まあ、他の、ハイグレードのドローンとかでも使えるようなやつですよね。で、まあ、自分の目で確かめてみましょうってことで。はい。で、価格がこれなんですよ。116,000円っていう、もうミニとはちょっと、ね、思えない非常にまあまあ、もういよいよもってこのクラスでも10万超えかと。で、さらにこのオプションを加えると、あ、これがあれか、DJ の RCM1 ってことは、これですね。この、Mavic Air 2とかにもついてる、この上の方にスマホつけるこのコントローラーなんですけども、これがついてるやつが116,000円で、で、この RC ってやつがこのより大きいこのコントローラーですね。この下に画面ついてるやつ。これがつくと13万円になるんですね。なるほど。で、もうこういうの持ってる人は、ミニ単体で買うこともできるんですね。で、単体で買う場合は10万円っていうことで、まあ、若干、お得なのかなっていうところはあるんですが、まあ、それでもなかなかいいお値段ですよね。で、バッテリーに関しては、このインテリジェントフライトバッテリープラスがなんと1個1万3000円となかなかね、いいお値段となっていますね。で、ミニ3であれば、51分。今回紹介したこのプロであれば、まあ、47分で、まあ、若干プロの方が、まあ、消費電力多いんでしょうね。で、この通常についているこのバッテリーが、まあ、9200円ということで、まあ、価格差考えるとどうなんでしょうね。このプラスを2個くらい買っておけば多分、もう全然1日っていうかね、1回のフライトは全然問題なくできるんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、DJI のこの、ミニ3プロですか、これちょっと今回ね、紹介してみましたが、いやーすごいですね、最近のドローンはね、もう全然ミニといってもね、このミニじゃないぐらいの性能満載の、もう全然初めて買う、うん、初めて買うドローンどころか、もう普通に使うね、一般の僕らが動画とか撮るようで、使うドローンならこれでいいんじゃないかって言えるくらいに、今、高性能になってきました。まあ、ただやっぱりね、今、その、日本のドローンを取り巻くこう環境といいますか、法律的な問題もあるんですが、それが非常に厳しくなってきまして、気軽にね飛ばすことが、難しい状態ですね。一応ね、僕の手元にまだこの、Mavic Air 2あるんですけども、ちょっとね、仮にこれ、まあ、法律の問題もクリアして、まあ、条例とかその辺も全部クリアしたとしても、やっぱりね、まだなかなかこのドローンを飛ばすっていうのはね、仕切りが高いですね。まあ前にもあったんですけども、まあちょっと通報されてしまうリスクがあったりとか、すごいもったいないんですけどね。特に北海道なんてね、こうドローン飛ばすにはすごくいい環境で、もぶつかるもんがそうそうないんですけども、まあやっぱりその強制的にもあんまりよろしくないというかね、まあ勝手に飛ばしてほしくないってところもあるでしょうし、まああとまあちょっとこれは
まあ、僕のその勝手な思い込みもあると思うんですけども、結構ねその、まあ、自衛隊の駐屯地とかあと演習地とかも、まあ、結構北海道いっぱいあるんですけども、やっぱそういったところがこうね、なかなかドローンとかでこう見られてしまうっていうのはまあよろしくないっていう、まあその気持ちはわかるんですけども、おそらくこの法律とかね、その作ったこの基地とかを作った、段階では多分こんなものが世の中にあるなんてものは想定されてなかったんで、まあ、今後ねもしかしたらねそういったドローンとかにも対応したようなそういう防衛施設がもしかしたら作られるかもしれないですよね。すごくいいものなんですけども、まあ、残念ながら今この日本ではあの商業用以外ではこの個人が気軽に飛ばせるような、代物では、なくなってしまったので、ちょっと僕もねドローンっていうのは、まあ、現状まあ、保留かなっていう感じですね。実際このミニ3の PV とか見ると、まあほとんどやっぱ海外で撮られた映像ですし、まああとそのインフルエンサーの方とかがね、先にそのメーカーから提供してもらって、まあレビューしてる動画もあったんですが、それは全部海外なんですよね。まあだから、多分そのドローンの性能をフルに活かした、こう、ちょっと攻めた映像とかって撮るんだったら、やっぱり、まあ日本じゃ無理なのかなと。まあだからおそらく、まあ今後も国内とかでこういったドローンがね、まあ僕たちが手が出るような、まあそういった、まあ、比較的安価で、こう、綺麗な映像が撮れるようなドローンってのは多分日本から出ることは、まあないのかなと、思いました。ちょっと今日ね、最後はあんまり、微妙な話になってしまいましたけども、どうだったでしょうか。とりあえずですね、このインスタ360に関しては、ちょっと今後もね、気をつけて使っていきたいかなって、はい、思っています。あとはね、最後このドローンの話ですね。まあまたですね、ちょっとこの反響を見ましてね、また、皆さんがいろいろコメントを書いてくれるんであれば、ちょっとドローンの話とかもね、ちょこちょこやっていこうかなって思っております。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆さんも何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、ちょっと暇を見つけてこうやってお部屋雑談系の動画を撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。